こんにちは、木の花の寒月です。今日も日々の着物を着ていきます。今日着ます着物は木綿の着物、くるめがすりの着物ですね。使います帯は半幅帯で、幅が16センチ、長さ4メートルのものを結んでいきます。それでは早速始めていきます。今日も下は半襦袢に捨ててこです。補正はしていません。はい、着物を、羽織っていただきましたら、はい、まず前幅ですね、合わせていただいて下前を持ってきます。脇でグッと挟む感じですね。ギュッと引っ張る必要はありません。あんまり引っ張ると後ろの縫い目が、開いてしまうので、本当に腰に乗せるというイメージで着物を着ていってください。はい、そうしましたら腰紐ですね、腰骨の上通します。後ろ側はやや上ですね。で交差します。はい、紐を前に持ってきます。結んで絡げますね。はい、そしていつものようにお箸トントンですね。はい、合わせて襟元ですね、揃えていきます。はい、そしてお箸りがこの段階でちょっと歪みやすい方は腰紐で調節していただいて、お箸りのラインをまっすぐされるといいと思います。はい、そして下前をちょっと三角に折り上げて、下はこのように斜めになっていますね。私は後輪ベルトを使います。お家で過ごすときは後輪ベルトはなくても大丈夫です。で、止めます。背中のシワを伸ばしていきます。胸紐ですね、はい、ちょっとややウエストの位置ぐらいで結んでいきます。こちらも前で結びましたら絡げますね。はい、背中のシワを伸ばしますね。はい、伊達ひもですね、着崩れがしにくくなります。伊達ひもを結んでおきます。ちょっと可愛らしくなる、アイリスリボンですね、パタパタ結びのアレンジを紹介します。はい、手先をだいたい60センチぐらいですね、肩に預けて帯を2周巻きます。帯を持ってきます。はい、垂れ先の方も折り返しますね。手先と一結びします。はい、ギュッと結びますね。手先を落としておいてください。はい、今日も仮紐を使います。ゴムの40仮紐を使っていきますね。はい、しっかり帯を上で結んで、背中が結び目回します。はい、そしてこのゴムに、今回はパタパタの上にリボンを作っていきますので、垂れ先を半分に折り返します。そしてゴムですね、一番手前です、一番手前に通していただいて輪っかを作ります。垂れ先で輪っかを作ります。はい、そして手先を折っていただいて、この輪っかの中に通しておきます。感じですね。はい、そして垂れ先をキュッと引っ張って形を作ります。上に乗せるリボンですね。そうしましたら、あとは、
いつもあのパタパタのする吸収ですね、このゴムの中に通していきます。畳んで挟んでいきますね。はい、そうしましたらこっちをバランスよく広げていただいて、今日の帯はこちらで完成です。はい、脇をしっかり持っていただいて帯を回します。はい、仮紐を持ち上げて結び直しますね。はい、帯の中に入れ込んでしまいます。完成です。今日は大人かわいい帯結びをしてみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマークどうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。